松戸台駅は千葉県松戸市式一丁目にある北総鉄道北総線の駅である。駅番号は HS06。駅近くに東京都立八柱霊園が所在することから八柱霊園という副駅名が付与されている。駅北側の地名でもある松戸台は旧陸軍が監督した低新省航空局中央上院養成所の 飛行場の滑走路が所在した台地に由来する。格納湖等があった東が松戸中東地、誘導路があった西が矢柱霊園の一部にあたる。相対式ホーム2面2線を有する高海機。将来の重量編成化に対応し、大町方にホームを延長することが可能な設計となっている。ホーム会と改札コンコース会を連絡するエレベーターが設置されている。 駅舎は、市川市大町との境界上に位置し、駅北側が、松戸市、南側が、市川市となっている。2019年度の1日平均乗降人員は5185人で、あり、北総線15駅の中では、秋山駅に次ぎ、第11位。ま淵モーター本社の最寄り駅であり、当社への通勤客が多い。近年の1日平均乗車人員推移は、 下表の通り、開業当時の駅前は雑木林であったが、その後の造成によりマンションや住宅地となっている。北口側には松飛大工業団地、八柱霊園があり、南口側には国道464号が走り、住宅地を抜ける鳥園が多く点在している。松戸南郵便局マブッチモーター本社、市川市動植物園松戸神経生バス、市川市、 コミュニティバス2000年度公開された日本映画、クロスファイアの重要なシーンの一つに、松戸大駅北口の新京成バスの五高駅、西口行きの停留所付近が使われている。成田スカイアクセス線との共用区間ではあるが、当駅には京成電鉄が運行する列車は停車しない。ありがとうございます。